LED の作業灯ですね。よく投光器とかね、就業灯なんて言いますよね。魚集めたりするのにもなんか使ってるらしいんですけど、魚釣りする人なんか使うんですかね。私はちょっとね、バイクとかね、車の整備で、夜間ね、まああまりしないんですけど、どうしても暗い時にね、ハンディライトだと持ってないといけないんでね、で置いても、見たいところを照らしてくれないんでね、でこれあるといいなと前から思ってたんですよ。で、これがですね、100ボルトの電源取るやつですね。コンセントに入れてこれをこれに挿すんですね。で、これがついてるんですね。車用のシュガーソケットっていうんですかね、シュガープラグっていうんですかね、なんていうんですかね、まあ、車のね、シュガーソケットにこう刺すやつですね。それでも使えるみたいなんで、これもこう乗っけてあれですね、このネジ。もうこれでいきますね。で、これでこう、向きもね、変えられてね。このね、底にありますね。一応こう、線みたいなの、蓋っていうかね、ついてて。で、これ外して、ここに挿す感じですね。で、ここにね、電源が、真ん中が多分オフなんでしょうね。で、1と2、このね、線が引いたんですけど、これで多分、あ、引きましたね。おお。まあ、これは 私は使わないですけど、あ、はい。結構ね、明るいですね。今ちょっとね、この部屋がまだ明るいんでね。これ多分この中にある程度のね、大きなバッテリーは入ってるんでしょうね。とりあえず今これなくてね、できますから。結構今こう明るいのにこんだけ後ろに影ができてますからね。ちょっとね、ガレージってどれくらい明るいかやってみましょうか。はい、じゃあちょっとね、つけてみますね。今これね、ガレージの中でスクーター止まってて、
ああ、やっぱすごいですね。明るいですね。まあ、すごい色ですね、これもね。ね、こんだけ明るければね、整備の時にね。ここに今置いてあるんですけど、こうやってね、しっかりと見たいところを照らしてくれるんで助かりますね。はい、すごくね、明るくていいですね、これ。でね、こうやってね、簡単に持ち運べて、でね、もうこう、当てたいところにね、向きも変えれてね、で、このままずっと保持してくれるので、で、まあ充電なんかもね、車で充電もできるし、家でも充電できてね、いいですよね。で、普段ね、どうしてもね、整備するとか、こういうハンディライトとか使ってると、こう見たいところにこう当てて、そうすると工具1個しか持ってなくてね、両手で作業できなくて、で、こう置くとね、なかなかこう照らしたいところにね、行かないんですよ。で、こうやってね、ここになんか物を置いたりとか、いろいろ苦労するんで、めんどくさいんですね、こういうの使ってると、整備の時は。で、どうしてもね、これ欲しいなと思ってね。で、私、実は持ってるんですけど、昔の、もう2、30年前のやつで、もっとね、全然でっかくて、で、コードついててね、で、色がこんな白くないんでね、見づらいんですね。で、今回これね、すごく安かったので、で、あったらいいなと思って、すごいやっぱり、もう白いからね、LED はね、作業しやすいですよね。で、こんなね、軽くて、もう昔のと比べたら全然いいですね。で、これ LED が、上のやつがさっきの色付きですね。で、下が1、2、3、4、5、20個ですかね、LED。で、この下が、ここがね、こう蓋閉まってるんですけど、ここ開けて、ここにコード突っ込む感じですね。で、これがさっきの色付きのやつと、普通のやつの切り替えですね。これ一応ね、ゴムのね、柔らかい蓋がついてますね。で、まあこれ普通はね、こうやって置いて使うもんなんでしょうけど、ここ外してね、下外しちゃって、どっかにね、このネジ山切れるようなとこあれば、壁とかにもね、このね、穴っていうかネジがね、どこかにあれば、そこにこうやってね、取り付けることも、こうやってね、できると思うので。いや、すごいいいですね、これは。お値段もね、ちょっとね、安かったんで、おすすめですね、これ。はい。どうも、見ていただいて、ありがとうございました。